いや、おかげさまで10年ぶり以上の豊漁になってます。目近の豊漁に喜びの声を上げるのは、土佐清水市の竹政商店のスタッフです。今年で創業111年、伝統的な製法で宗田節を作り続けています。土佐清水市では宗田節の原料となる目近が1991年度のピーク時には年間1万5000トンほど取れていましたが、その後漁獲量は減り、2020年度には614トンまで落ち込んで記録的な不漁に。ただ今シーズンは2月から回復の兆しがあり、先月は1586トンの水揚げがありました。加工場も人手を増やして宗田節作りに励んでいます。こちらは節をいぶす作業です。大月町産のカシの木などボサと呼ばれる薪に火をつけ、茹でて骨など余分なものを取り除いた身をじっくりといぶしていきます。やっぱりこう火の加減は大事ですか？そうですね、やっぱり風向きによって右に行ったり左に行ったり奥に行ったり手前に行ったりするので、それを確認しながら次のボサを入れるところを決めていきます。長年の勘が必要になる難しい作業です。長い時には1日9時間、1週間から10日間いぶし続けます。そうしてできたのが、よいしょ、カラカラに乾いた宗田節ですが、ここからあと一息。潮風と太陽に1日当てる天日干しです。この最後の仕上げで味が決まります。竹政商店はそんな宗田節を使った新たな加工品を先月から販売しています。それがだしポタ、宗田節のだしを使ったポタージュの素です。土佐清水産の宗田節の粉末にガーリックやチキンパウダーを加えたもので、お湯を注ぐだけで濃厚なポタージュが完成します。あ、宗田節のいい香りがします。濃厚なポタージュに負けない宗田節の香りと旨味があります。とても美味しいです。このように新たな展開を見せている宗田節。島谷さんは身近の豊漁にこんな期待を寄せています。本当に10年ぶりの豊漁ですけど、この豊漁が来年再来年と続けば、土佐清水もこの目近製造というところが盛り上がると思うので、そこを期待することと、豊漁が続けば漁師さんも増えてくるかなと思いますので、そこは取れることを願っております。